治験って何だろう、お薬ができるには、独立行政法人国立精神神経医療研究センター病院、治験主任、今野健一先生です。今野先生のご略歴を紹介いたします。今野先生は日本大学ご卒業後、国立がんセンター中央病院、独立行政法人国立病院機構東京医療センター、甲府病院の後、独立行政法人医薬品医療機器総合審査センター信頼性保証部でのお仕事をし、その後国立病院機構相模原病院で勤務された後、2011年4月から当センターの治験主任としてお仕事をされております。それでは今野健一先生、お願いいたします。ご紹介ありがとうございます。国立精神神経医療研究センターで治験の事務局の業務をしております薬剤師の今野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、先ほど中川先生の方からもお話ございましたが、治験という新しいお薬ができるためには欠かせないシステム、こちらについて少しご紹介をさせていただきたいと思います。テーマとしては、治験って何だろう、お薬ができるにはです。まず治験のお話をさせていただく前に、お薬について、病院でもらう薬について少しご覧いただきたいと思います。薬にはこのように錠剤であったり、シロップ薬、あるいは塗り薬、注射薬と、いろいろな種類の薬があるかと思いますが、このようなお薬には実は3種類に大きく分かれています。一つは内服薬で、これは口から飲むお薬になるかと思います。そして外用薬、これは塗ったり貼ったりする薬が多いかと思います。そして注射薬、こちらは直接体の中に入れる薬になるかと思います。一般的にはこのような病院でもらうお薬のほかに、虫を殺すような殺虫剤であるとか、あるいは草を枯らすような除草剤、もしくは花火を打ち上げる際に使うような利用されるような火薬といったところも薬の一つではありますが、本日治験としてお話をさせていただくのは、このような病院の診察にかかった際にもらう医薬品という薬についてのお話になります。医薬品というのは病気の診断や治療予防に使用することを目的として使われるもので、医薬品として製薬会社さんが製造販売して、病院の先生方が処方し、そして患者さんの皆様に届けられるようになるためには、国である厚生労働省に認めてもらうことが必要になってまいります。そのためには人での効き目や副作用について調べる試験を行い、その結果を厚生労働省に提出することが求められます。この人での効き目や副作用について調べる試験、これを治験というふうに呼んでいます。薬がでは一体どういった形で薬ができるのでしょうかということになりますが、薬ができるまでの流れを示させていただきます。まずはじめに薬の候補の探索から始まります。これは生活している自然界の中から病気の治療に効果のありそうな化合物を探すということから始まるかと思います。そして探し出された化合物についてさまざまな角度で調べていくことになります。そして次の段階が動物実験になります。ここではその薬としての性質や働き、あるいは動物に対してどういった影響を及ぼすのか、効果は何か認められるのか、もしくは安全性はどうなのかといったところを動物を用いて調べることになります。そしてその結果から人間の体に対してどういった影響を及ぼすのかといったところを調べていくことになります。そして次の段階が病院において実際の病気の治療に使ってみるという段階に入ります。ここでは動物実験での結果を踏まえて人間においても有効性や安全性が確認できるのかということを調べることになります。この段階での試験を治験というふうに呼んでいます。
そして治験が終了しますと、製薬会社は国に対して審査を受けます。これは動物実験であったり、病院で行った治験の試験成績データを厚生労働省に提出します。そして厚生労働省では提出されたデータがきちんと作成されて、データに基づいて厳しくチェックが行われ、特に問題がないというふうに判断された場合に、いよいよ薬が誕生することになります。そして薬が誕生した後には多くの患者さんに薬を使っていただくことになりますので、治験の段階では認められなかったような有効性であるとか、あるいは副作用が生じる場合がありますので、薬の種類によっては市販された後にも調査が行われることがあります。そしてこちらは薬ができるまでの時間的経過を見たものになりますが、一番最初の薬の候補の探索、この段階ではおよそ2年から3年を要するというふうに言われています。そして次の動物実験、ここでも3年から5年、そして病院で行われる治験、ここでは3年から7年を要します。そして最後の国による承認審査、ここは1年から2年かかっているのが現状です。そしてようやく薬ができるという流れになります。一方で一つの薬ができるためには、およそ2万種類もの薬の候補、この中から絞り込まれてようやく一つの薬ができるというような流れでございます。このように薬ができるまでにはトータルしますと9年から17年の長い年月と、たくさんの薬の種の中から厳選されてようやく一つの薬ができるというふうに言われています。この一つの薬ができるまでにも、開発費としてはものにもよると思いますが、何百億というふうにかかるというふうに言われています。それでは健康な人や患者さんにご協力をいただいて、薬の候補の効果と安全性を確かめる試験、治験についてもう少し詳しくご紹介させていただきます。治験というのは治療的な側面と試験的な側面の2つの側面を持つことから、治療試験の略というふうに言われています。治験は新薬が誕生する上で欠かすことができない制度でございますが、こちらは治験に参加していただく方のご理解とご協力がなくしては成り立たない制度でございます。一般的には治験は製薬会社が医療機関に治験を依頼して始まることになります。この治験には3つのステップに分かれています。開発する段階を分けて有効性や安全性を確認しながら慎重に進められることになります。まず初めのステップは第一層試験になります。こちらでは健康な方を対象にしまして、薬が体の中でどのように吸収されて変化して外に出ていくのかという薬物動態ということを調べていきます。そして次の段階では第2層試験といっていますが、ここで少人数少数の患者さんに使っていただいて、薬の適切な量や使い方、効き目や副作用などを調べていくことになります。そして最終的な第3段段階として第3層試験、こちらではより多くのたくさんの患者さんに使って、効き目や副作用、そして使い方などを最終的に確認するということになります。この第3層試験においてはプラセボという有効成分の入っていない薬剤、こちらとの比較試験が行われることがございます。そしてこれらの試験成績のデータを取りまとめて国への承認を受ける形になります。そして治験を実施するにあたっては、治験を行うには参加していただく方の安全性を守るために厳しいルールが設定されています。医薬品の臨床試験の実施に関する基準、GCP というふうに我々は呼んでいます。これは厚生労働省、国が定めた治験に参加する方の人権と安全を最優先するための厳しいルールになっています。この治験を行う製薬会社、そして病院、これはこのルールに従って治験を適正に行うように法律で義務付けられております。
それでは治験の募集広告を見て治験に興味を持ちました、あるいは担当の先生から治験を紹介されました、さあどうしましょうかということになりますが、どうするか、どうしたらいいのか判断していただくためには、まずはいつもの治療と治験とは何が違うのか、これをご理解いただくことが大切かと思います。一般診療と治験の違いについて少しご紹介をさせていただきます。まず使うお薬に関しては、一般診療では国の承認をすでに受けて市販されている医薬品を使うことになると思いますが、治験の場合には新しい薬の候補、これを治験薬と呼んでいます。この治験薬を使う形になります。場合によっては有効成分の入っていないプラセボが該当する場合もございます。そして受診する病院については、一般診療では希望する病院でどこでも治療を受けることが可能だと思いますが、治験の場合には治験を行っている指定された病院以外では受けることができません。治療を受ける対象者としてましては、一般診療ではいつでも誰でも受診することができると思いますが、治験の場合には治験ごとに参加するための条件が規定されています。この条件を満たしていないと治験にはちょっと参加することができないというようなことになります。そして一般診療では診察が終わると速やかに市販されているお薬で治療を開始することになりますが、治験の場合にはまずは担当の先生から説明文書という文書を用いて治験の内容や治験薬についての説明を聞いていただくことになります。そしてその治験の内容にご納得いただいて参加しても良いというふうに感じていただいた場合には、同意文書に署名をして治験が始まるという形になります。このことを同意説明、インフォームドコンセントと呼んでいます。そして治験がいざ始まりますと、診療や検査の内容については、一般診療では健康保険の適用範囲内で必要に応じた診察や検査が行われますが、治験の場合には一般診療に加えてよりきめ細やかな診察や検査を定期的に行われることになります。そして後ほどご説明しますが、 CRC という治験コーディネーターが付き添って治験が進められます。それでは実際に治験に参加した場合の流れについてご紹介させていただきます。まず先ほども申し上げました通り、担当の先生から新しい薬の候補である治験薬と治験の説明について説明文書という文書を用いて説明を受けます。そしてこの説明文書の内容としましては、治験の目的や治験の実施方法、効果や副作用、そして治験に参加しなかった場合の他の治療法、こういったことが記載された内容になっています。その詳細なスケジュールとや検査内容に関しましては、 CRC という治験コーディネーターが時間をかけて分かりやすく説明をさせていただいています。そしてこの説明文書は自宅に持ち帰っていただいて、家族の方とゆっくり相談をしていただくことも可能になっています。そして参加の決定になりますが、治験の参加を決めるのは患者さんご自身の自由意思で決めていただくということになります。これはもし先生からお話を聞いて治験に気が進まないという場合には、治験を断っても今後の治療に影響を受けることはございません。断っていただいて構わないということですね。これも先ほど申し上げました GCP という規定で決められたルールということになります。治験に参加にご希望されない場合には、その旨を伝えて一般診療で治療を受けていただくことになります。そしてもし治験の内容に十分ご理解をいただいた上で参加する場合には、同意書に署名を行っていただき、治験が開始される流れになります。このように同意説明、インフォームドコンセントというのは、
治験の目的や実施方法などが記載された説明文書をもとに説明を受けていただき、内容に十分ご理解をいただいた上で治験の参加に同意をすることを意味しております。これは治験に参加される方の人権や安全を尊重して保護するという意味で欠かすことのできない大変重要な最初の手続きということになります。治験はこの同意を得て初めて実施される形になります。そして治験が始まりますと詳しい診察や検査をして今度は治験の条件に参加条件に合っているかどうかを確認いたします。この際には治験特有の検査や観察をすることもございます。ここでもしその参加条件を満たしていなかった場合には一般診療へ移っていただき治験に参加することはできなくなります。この検査の結果参加条件に満たしていた場合にはいよいよ治験薬が開始されるということになります。治験薬の使用に関してですが治験の場合は薬の候補の有効性と安全性を確認するための試験ということになりますので治験薬をきちんと飲むことが非常に重要になってまいります。治験薬は決められた通りきちんと服用するということが大前提です。そして飲み忘れた薬や空のシートなどは次の受診の際に持参していただきましてこちらは先生の方が服薬状況を確認し記録を残すということになります。そして診察検査に関しましては定期的に決められた検査をして担当医師の診察を受けます。症状変化や副作用の有無などを詳しく確認することとなります。治験の際には治験の来院の際には治験がスムーズに安心して進められるように治験コーディネーターが検査や診察にも同行させていただくことになります。そして治験薬の使用期間が終わりましたら診察検査をして治験が終了になります。このように治験に参加していただく方の安全性を守るために治験ごとにはこういった参加基準が設けてありまして定期的な診察検査もございます。もし副作用が出た場合にはすぐに対応できるような体制を整えています。こういった場合には製薬会社がその治療代を負担していただくこともございます。そして治験に参加してもいつでも治験を参加を取りやめるということも可能です。このように安全性には十分配慮して治験が進められていくことになります。治験薬は安全ですかということになりますがどういった薬であっても目的とする効果とともに期待しない作用が現れることがございます。この期待しない作用や有害反応のことを副作用というふうに呼んでいますがどういった薬であってもこの副作用は大なり小なり存在するということになります。そこで治験薬に関しても他の薬とやはり同様でいかに副作用を防止するのかそして万が一副作用が生じた場合にはいかに早く発見して適切な対応を取るのかということが非常に重要になってまいります。特にこの治験ではこの副作用の発現安全性という点では非常に厳しくチェックしながら進められることになります。そのため通常よりも多くの診察や検査を行って副作用などの早期発現と対応に努めております。こちらは副作用が起こる一般的な原因を少し挙げてみました。薬のもともとの性質であったりご自身の体質やまたはその日の体調であったりもしくは薬を使い方を間違ってしまった時とか薬と食べ物との飲み合わせ薬同士の飲み合わせこういったことが副作用の起こりやすい起こる原因というふうに言われています。治験に関しても副作用を極力小さくするためにはまず先生の指示通り正しく使うということが大切です。それからいつもと違う感じがあった場合にはすぐ担当の先生にお伝えしていただきたいと思います。薬や食べ物でアレルギーの経験がある場合これは事前に伝えていただきたいと思います。そして新たに薬を追加する場合これも飲む前に先生あるいは CRC に相談をしていただきたいと思います。
そして決められた検査をしっかり受けて治験を進めていただければと思います。治験の参加のメリットとデメリットをまとめてみました。まずメリットとしては、新しい治療を受けるチャンスだと思います。そして新しい薬の誕生に協力することで、同じ病気で苦しんでいる患者さんの治療に役立ち、社会貢献ができる、これが一番のメリットではないかと思います。一方で、治験薬の評価に影響を及ぼす可能性がある場合に、現在飲んでいる薬をやめなければならない場合もございます。また薬の飲み方や生活の仕方、アルコール制限などを治験ごとに守らなければならないこともございます。そして治験期間中は治療の記録、日記等をつけていただくこともございます。メリットになりますが、治験に参加することで CRC 治験コーディネーターのサポートがございますので、相談しやすい環境ではないかと思います。また治験によっては検査代や診療費、これがいつもよりも若干少なくなる場合もございます。そして通常の治療に加えて、さらに詳しい診察や検査が行われます。病気や検査結果について細かな説明が受けられると思います。一方で、いつもより来院回数が増えたり、検査の頻度は高くなることがあります。そして必ずしも全ての患者様に有効であるというものではございません。まれにですが、医師が予測しないような副作用を引き起こす可能性も考えられます。先ほどの治験コーディネーターについて少し説明をさせていただきます。治験コーディネーターというのは、医療機関で治験の実施に携わっているスタッフのことを言っております。具体的には薬剤師や看護師、もしくは臨床検査技師といった職種が治験がスムーズに進むように業務を行っております。先ほどの同意説明補助やスケジュールの管理、服薬指導や検査への同行、診察の際には介助を行っています。またご家族の方を含めてご相談に応じておりますので、先生に直接相談しにくい点等もございましたら、ぜひ遠慮なく CRC の方にご相談していただきたいと思います。このような CRC の役割としては、患者さんへのサポートのほか、病院内の各関連部署、看護部や薬剤部、検査部、医事課、こういった部署との間に入って連携を保ちながら、先生方、治験を担当する先生方の支援を行っています。そして製薬会社、治験依頼者である製薬会社と病院内の各スタッフ、それから患者さんとの間に立ち、質の高い治験を円滑に進むように、さまざまな業務に取り組んでいるところでございます。最後になりますが、国立精神神経医療研究センターでは年間50種類の治験を行っています。転換をはじめとする精神、神経、筋肉、この病気の治験に取り組んでおります。治験に参加していただくことで、これらの分野の新しい医療を試みることが可能かと思います。治験に関するご質問等ございましたら、遠慮なくお問い合わせいただきたいと思います。治験へのご理解とご協力をよろしくお願いします。以上になります。ご清聴ありがとうございました。